はい今回は年6月、X、デののいいいいいつつ可能性についてておお伝えしししきまますす今回もよろしくお願いいたします、まあ、この話はですねたまにまあするんですけど、まあ、こういった話が聞きたいっていうまあご意見がございまして分、まあ、かる限りということでお話していきます。まあ、最初にお話ししますが信じるか信じないかはあなた次第ということで僕は予言者ではありませんので、えー、まあこういった話があの当たることはないしむしろあの当たってほしくないと思ってるんですよね。 で当たってほしくないと、まああの、気をつけていただきたいという、まあ、そういったあの意味合いを込めて、まあ、この話を、まあ、していこうと思うので、えー、よろしくお願いいたします。あの昨日ですか、まあ、昨日、まあ、本日かな、本日、昨日の,あの夜、夜中に揺れがありましたよね、あの嫌な感じじゃないですか、ね、この揺れがあるたんびに思うことがあって、皆さんも思われると思うんですが、これは分かっていることなんですよ。 人間というのは数日間あ食べ物がなくてもあの世に行くことはないんですよね。ただし数日間生き延びるために必要なものっていうのがあるんですよ。それが塩と水なんですね。だからある程度の塩と水を、えー、用意しておく必要があるんですね。でよくあの備蓄とかって言いますけどあの現実的でないじゃないですか。まああの、まあ、僕は少なくとも経済的に厳しいんでね。まあ皆さんもその経済的に厳しい方多い,多いんじゃないかと思うんですよ。今のこの日本の経済状況において。 で備蓄とかって食料をたくさん買い込むとかって言っても経済的に難しいじゃないですか。で僕いつも思ってるんですけど、まあ、そういうことを言う人ってその買った食料をどこに置いておくのかって話じゃないですか。どっか場所、まあ、部屋かスペースか何かを借りて置いておくってことになったらでそこにお金がかかるじゃないですか。かその食料を買うお金あるいは場所を、ね、借りるお金かさ々なお金がかかるんで。 とても現実的ではないと僕は思ってるんですね。だから別にそんなことを言う気も別にないです。だただ、塩と水であれば、ね、ある程度買ってもまあ数千円ぐらいで済みますから、ね、そのなんていうの、もし揺れが起こった時のために備えてっていうね、その安心を、まあまあ、得るっていうか、安心を買うっていう意味でもいいと思うので、まあ、そう思ってお伝えしております。あとですね、まああの まあ一戸建て、アパート、マンション、まあ、住んでるところは人によって多分ち違いますから、えー、なんともそれに関しては言えませんが、暮らしているところのまあ部屋とか、まあ、家の中でですね、 上の方で何か物が落っこってきたりすると危ないんでその揺れがあった時にねえまあ、そういったことに備えて上の方にあるものをきちんと固定しておくっていうことが必要であると思いますだからあのできることっていうのは限られるんですよでそういったものがいつ来るか来ないかっていうのはわからないしで別にそういったいたずらにね不安をあのどどの方の言うわけではないんですよもしそういったことが、えー、来る可能性があるんでそれに備えて、えー、塩と水を用意してお、えー、きましょうとあと上から物が落っこってくると危ない ないんでその上のものはきちんとね固定しておきましょうと、であのこういうですね、まあ、揺れが来ないようにまあ、注意するというか、まあ、願うというか、まあ、そういった意識を持つことによってですねまあ、災難が来ないと、えー、いうことはまあ言われてるんですよ。 まあちょっと若干精神論が入りますので、えー、まあここら辺の話は信じる方と、まあ、信じない方とかっていうのがいらっしゃると思うんで、まあ、ちょっと何とも言いかねるところもあるんですけれども、まあ、そういったことがあると。でこれっていうのはまあリスナーさんの中で考えが分かれるのかもしれませんが。 日本というのはね、揺れるわけですよ。で、その揺れがですね、自然発生的な揺れと、実は意図的な揺れっていうのが混ざってるわけですね。で、この意図的な揺れに関してね、そんなことはないんだっていう人がいるんですが、そんなことはあるんですよ。これ、あるっていうことは分かってるんでね。だから、もし例えばそういったことが疑問であるんだったら、調べていただければと思います。国会で過去に話題になったこともありますし、そういったことをね、意図的に揺らせる技術があるんですよ。 ただそれっていうのを使ってはいけないっていうことになってるんですがそういった技術がある以上使ってる可能性っていうのがあるじゃないですか。 そういったことを考えながらあの注意してい、まあ、くと、で僕と、まあ、皆さんが、ね、そういったあ、ねえーまあ、揺れに巻き込まれることがない、えー、願いとです、ね、もしそういったことがあった際にどうにかこうにかです、ねえー、この対処というか、ねえー、生き延びるというかそういった願いを込めてこの話を、えーまあ、真剣に、えーまあ、させていただいております。ということで6月の X デーということで。 あの可能性としてですね5つ考えられるんでまあちょっとその5つっていうことでねお伝えしていこうと思うんですがであのね611って、えー 311911って聞いたことあると思うんですね。311ってのは分か,り分かりますよね。東北のですよ。で911ってうのはね、えーあの、アメリカのね、えー、あの2つのお、まあ、かなりおかしいものですけど、ビルがね、飛行機が突っ込んだとされているものですが、なぜか飛行機は、えー、2個しか、ね、当たってない、まあ、当たったのかどうかも分からないけれど、ビルは3つ崩れてるっていうね、誰がどう考えてもおかしいものなんですが、この311911、続いて611っていうことでね。 えー、6月だから11日6月11日611じゃないですかでこれを言うとですねちょっとどうかと思われるかもしれませんがあの今年ですね、えー、2024年の1月1日に能登の大きな揺れがありましたがこれがですね611の可能性があるんですよね。令和6年年月月日日に起こりましたね6年1月1日6じゃないですか 全然あると僕は思ってますけどね。だからこういうことをされるわけですよ。だからあの本当に気をつけるに越したことがない。でもちろん本当かどうかとかね、えー、そういったことはわからないですし、たまに言う人がいるんですが、証拠がないとか、あるわけないですからね。何を言ってるのかもう僕には意味がわからないんですよ。証拠がないじゃないかって、あるわけないでしょ。そういうことを分からずにやってるわけですよ。そのね、えーまあ、一部アメリカの裏側にいる、まあ、D の S とか、そういったものはそういうことをしてるわけですよ。 で例えばそういったことを全くその信じないで。例えばね、じゃあ、そのまあ、こうにか考えてください。911を考えてくださいね。あの飛行機が2個、あねまあ、その建物に当たったということになってるじゃないですか。なんで飛行機が2個しか当たってないのにビルが3つ崩れてるんですかワールドトレードセンター7という、ね、えー、127というものがあるんですが、その7が崩れてるんですよ。それ説明ができないんですよ。うん、誰がどう考えても説明ができない。そういったことが起き,起きるわけですよ。 何ですかそれ。っていう話なわけですよ。だから、気をつけようっていうことです。実際にはね、それをどうこうの別に僕にはできませんけど、単純におかしいでしょ。だから、そういったことを、少なからず頭のどっかで疑った方がいいんですよ、頭の片隅にね。そういった意味合いを込めての今回の話なんで、5つ可能性があるんで、その5つについてお伝えしていきます。あの過去の例からですね、共通法則があるんですね。 その起きた日の数字を足すと18になるっていうね、666っていう、まあ、そういったことにかけてやってるんで、例えば6月であれば2024年6月4日ですね、2024、64ということで、これすべて数字を足すとですね、18になるんですよ、6月4日はね、2024、64ね。 で今度2つ目なんですがあ、6月11日、これに関しては2024611なんですが、これ別に数字を足すとかそういったことではなく、611。だから、あの数字を足して18になったりとか、この311とかね、911とか、このなんとか11っていうのをね意図的にやってる可能性っていうのがあるんですよ。そういったものに気をつけるってことですよね。で、次3つ目、6月13日、2024年6月10 13日。 2024613ということで、これ数字をすべて足すとですね、これ18になるわけですよ。これね、666じゃないですか。で、今度は2024年6月18日、これは数字を足すとかではないですが、18がそのまま18ですよね。6月18日、18じゃないですか。 で今度、5つ目が2024、622、6月22日、これも数字をすべて足すと、えーね、18、666になるんですね。だこれらのことを考えると、そういったものになってほしくはないですが、6月4日、6月11日、6月13日、6月18日、6月22日、この 5, この5つ、これを気をつけた方がいいと思います。 あの用事がなければですね、外出を、まあ、避ける方がいいと思いますし、あの仕事とかがあるんでね、別に僕はあの皆さんにどうのこうの言いません、あのこんなことが、ね、正しいとかも言いませんけど、可能性もある,あるのでね、だからか可能であれば、極力地下を避けた方がいいと思います。地下を避ける、地下鉄を避けるということがいいと思います。あのどこであるんですかっていうことなんですが、分かりません、分かるわけありません、そんなこと。だって僕はやってるわけじゃないんだから、分かるわけないじゃないですか。 ただ、そういったことが考えられるということなんで、ここにいる皆さんがあの気をつけていただいて、僕もよりよく過ごすために、そういったものの回避の、ね、一つとして役に立てればと思って、今回、こちらの件についてお伝えいたしました。 皆様、いつもコンテンツを聞いていただいて、本当にあの感謝しております。ありがとうございます。今回の話がですね、まあ、少しでもお役に立てればと思いますので、まあ、最後にお伝えしますが、信じるか信じないかはあなた次第ということです。別にあのね、えー、絶対こうだとので一言も言ってませんからね。たまにいちいちこういう話を真面目にするとですね、そういうことを言ってくる人がいるんで、あのややこしいとしか僕は思えないんですけど、 でなんでこういう話をしているのかというと、リスナー様の役に立てればと思っていることです。そして、あのこういった話をですね、えー、まあ、なんていうのかな、気にされる方っていうのもいるんですよ。ね 僕もそうですが、ね、聞いていただいている方に、まあ、あいろんな、ね、考え、いろんな内容を気にされる方がいらっしゃいますから、まあ、その、ね、リスナー様の何かのお役に立てればと思いまして、調べて分かる限り、今回こちらの件をお話しさせていただきました、まあ。2024年6月 X デーの5つの可能性ということで、まあ、気をつけていただければと思います。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。